大谷翔平が完全に犯罪者扱いされている件。ほんまや、警察も配置された模様、引き渡しみたいで草、ハイジャック犯かな。一平と聖夜は、もちろん一平と二人で乗ったで、後ろに張り付いて守ってるやろ相変わらず。これがイム様ですか。完全に犯人やろ。投げるは打つわで最悪らしい。日本人が日本に帰国しただけで、パニックになる日本国民。全世代の男女に人気あるのやべえわ。一郎超えたんちゃう。ヌートバーくんは先に一人で来てたの？ヌートバーは明日 AM に来て、午後そのまま練習に合流する。随分ハードスケジュールなのね。休ませたれや、きつすぎやろ。時差に慣れるためやろな。護送されとるやん。160キロ出したりバット振り回す。凶悪犯、本当に犯罪者みたいで草。大谷容疑者。黒コーデ、だから何やねん、確かに草。もはや一野球選手とかアスリートとか、超越した存在、日本国民のヒエラルキーの頂点、投げるは打つわで向こうでやりたい、放題してたらしいな。こりゃ引退後も日本帰ってこないやろ。カナダの山麓で丸太小屋に住んでそう。日本に帰ってきただけなのに、この扱いは帰って疲れそう。ちな、帰国した大谷の後ろに一瞬、チラッと映り込んだだけでトレンドになる、ただの通訳のおっさんもよろしくや。領空で逮捕されてるな。こいつ年末普通に帰ってきてたやろ。誰一人として姿見なかったやん。知らん間に帰国してた。大谷はアメリカでも練習中と試合中以外は一切公の場に姿を現さんからプライベートのパパラッチが皆無やねん。それを意味してアメリカではユニコーンってあだ名で通ってるぐらいや。そんなんが今回ははっきり帰国して起点から空パニックになるわ。罪名は何や？きちんと罪を償ってほしい。高い位置から人に向かって100マイルの石を投げ込むらしい。でもなんかここまでビップ待遇だと本ちゃんでやらかして欲しくなるな。っていうかビップそのものだろ。こいつ以上に日本人に人気な日本人っておらんよな。 SP ついてるしな。イチローからの世代交代うまくいったな。マウンド出るだけで湧く大スターや。このチャンネルでは大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。